先輩、アスカ先輩、状況は？それが、さすがだぜシオさんよ。まさかこの状態の俺にここまで食い下がるとはな。ぬりーな、1年半前のお前の拳の方が気合が入ってたぜ。ブレイズ特攻隊長乾明宏の方がよ。そんな状態でよくも減らず口を叩けるもんだ。いいだろう、そろそろとどめを刺して。やめろ。なんだてめえら。ああ、クラブの前で見かけたガキどもかよ。おい、やめろって言ってんだろ。先輩を離してください。先輩だ。そういや森宮学園だったか、なんかのつてで透かした学校に入りやがったとは聞いたが、てめえらこいつの何なんだ。なんてさっきだ。手を出すんじゃねえ。またそんな力が。よそ見してるんじゃねえ。てめえの相手はこの俺だ。どうして。なえたわ。お前、あんたには失望したが、これで心残りはなくなったぜ。ケイオスとの戦争は明日のつもりだったが、気が変わった。今日中にケリをつけてやる。待て、明宏。あばよ、シオさん。せいぜいあんたは指をくわえて眺めてるんだな。ここは。先輩、起きた。大丈夫ですか先輩。意識が戻ったのならひとまずは安心でしょう。しっかスタッフだね、あれだけボロボロだったくせに。お前ら、3年の高畑くんだよね。骨折とかはしてないみたいだから安心してね。あ、湿布の替えを持ってくるけど、無茶したらダメだからね。そうか、俺は助けられたんだな。かっこつけといてなんてざまだ。ここはどこなんだ。ここの江神社っつって、俺のじいさんの家っす。ここなら簡単な手当てくらいできると思ったんで。気づいたようじゃの。あ、宗介先生。夜分に突然申し訳ありませんでした。
いや、気にせんでくれ。袖振り合うも多少の縁というしの。それにこの菓子は後日我が孫に稽古で返してもらうつもりじゃ。なんでだよ。お茶目なじいちゃんだな。おかしな連中だ。世話になった、じいさん。後日改めて礼に伺わせてくれ。うん。ひょっとして乾秋広のところに。ダメですよ、まだ怪我も治ってないのに。次あいつとやり合ったらマジで死ぬかもしれないっすよ。幸い頑丈なのが取り柄だからな。ブレイズを、今の明宏を止められるのは俺だけだ。もう時間がねえ。今夜でケリをつけてやる。お前さんもその明宏とやらと同じじゃな。己のみで全てを背負うなどおごりに過ぎぬ。未熟者が陥りがちな思い込みじゃ。その明宏とやらも同じ心境ではないのかね。見たところ体の芯もふらついておるようじゃ。せめてあと一時は体を休めておくがいい。俺は全く言わんこっちゃない。とにかく先輩、もう少し休みましょう。まったく脳筋すぎるでしょ。おごりか。少しは落ち着いたっすか。ああ、やっと調子も戻ってきた。お前たちにはつくづく無様なところを見せるな。そうかもね。もう、勇気くん。ブレイズですが、あとは私たちに任せてください。ご存知のように、私たちなら、異界の力、ヒートに対抗できる手段があります。あの不思議な武器のことか。確かにソウルデバイスなら明宏ってやつの力もなんとか抑え込めそうだな。でもあれ、異界の影響がある場所でしか出せないんでしょ。で、そうか、明宏ってのがドラッグを使ったらいけるのか。ええ、その周辺ならば多分権限させられるでしょう。本当ならヒートの原料がある異界そのものをなんとかしたいけど。話は分かった。お前らが俺よりブレイズを何とかできる力を持ってることも。だが、それでも俺はその役目を他人に譲るわけにはいかねえんだ。高畑先輩。カズマって人のためか。ああ。ブレイズは、俺とカズマが立ち上げた居場所だったからな。物心ついた時には孤児院にいた。
そこで出会ったカズマってやつは俺にとって兄弟以上の相棒だった。俺以上の体格に度胸も根性もあって面倒見も良かったから孤児院じゃガキどもみんなの兄貴代わりだった。だがそのうち孤児院でえげつない虐待騒ぎがあって、カズマと俺は院長を叩きのめして事件を明るみにして孤児院を飛び出た。それから死に物狂いで二人で働いてなんとか生活を軌道に乗せるうちに、似たようにはみ出しちまった連中の面倒を見るようになっていった。それがブレイズの始まりだ。くだらないいじめや一方的な暴力、金に汚い社会、ずる賢い大人たち、そんな理不尽さに負けない炎を抱き続けられる居場所、それが俺たちのブレイズだったんだ。チームが大きくなった頃、とか最大のチームケイオスが一方的な抗争を仕掛けてきた。森宮への進出を防ぐため俺たちは何度もそれを退けたが、ある日明宏が隙を突かれて人質になっちまった。カズマと俺は二人だけであのガード下におびき出され、数倍以上の挟み撃ちにあったが、なんとか返り撃ちにすることができた。そして無事明宏を取り戻したと思ったその時、血迷った相手のリーダーがナイフを構えて突っ込んできた。そしてそれは明宏をかばったカズマの体に深々と突き立った。カズマ、カズマさん、返事をしてくれ。嘘だ、嘘だ。その後俺は抜け殻のようになってブレイズを解散させた。何の縁か森宮学園に編入して、それから1年半過去を全て捨てたつもりだった。だが秋にとっては何も終わっちゃいなかったんだろう。それは、ブレイズの復活とカズマさんの敵討ちですか。はあ、カズマを死なせたのが自分だと思い込んでやがる。いつその異界ってのに取り憑かれたのかは知らねえが、分不相応な力を手に入れて周りが見えなくなったに違いねえ。これで分かっただろう。こいつはあくまで俺の役目だ。カズマの代わりにあのバカ野郎の目を覚まさせるのも、元リーダーとしてヤクザに手を出しちまった落とし前をつけるのも、どんな力を持ってようがお呼びじゃねえんだよ。お前たちは でもなんか
理不尽極まる論理なんですけど。高畑、いや潮先輩、あんたちょっと頭が硬すぎるんじゃねえか。何？じっちゃんも言ってただろ、自分だけで全部を背負うなんておごりに過ぎないってな。何かをやり遂げる必要があって、それでも手に余りそうなら、なんで助けを借りないんだよ。それは。こっちだって、この森宮でこれ以上騒動は続いてほしくねえ。得体の知れないドラッグなんざ、万が一でも出回ってほしくねえんだ。その鍵はブレイズと秋広、あんたの昔馴染みが握っている。だが今の俺たちにはそれにたどり着く道が見えてね。だから力を貸してくれ先輩、代わりに俺らはあんたに力を貸す。それならどうだよ。ま、論理としては破綻してないんじゃない。ことは一刻を争います。お互い目的を達成するためにもこだわりや矜持は一旦置くべきかと。ったく。ブレイズが本拠地にしていた場所がある。町外れにある何年も前に使われなくなった廃工場。大規模な喧嘩をするなら最後の準備をしているはずだ。あ、そんな場所が。いいだろう。お前らの力改めて貸してもらう。俺と秋広の最後の決着に付き合ってもらうぞ。おう、任せてくれ。
やあ、いらっしゃい。毎度あり。いらっしゃいませ。また来てくださいね。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
張ってるんですね。ヤクザの一件、知らない連中も結構いるってことかな。どうやらブレイズの気配はなさそうだな。間違いねえ。アキたちは廃工場だ。準備ができたらすぐに向かいましょう。